木内十四郎大正14年1月9日は、戦前日本の官僚、政治家、千葉県三部郡千代田村出身。千葉中学、一校を経て、1888年に、東京帝国大学法科大学政治学科を特待生として卒業して官階に入る。法制局三次官司法、農商務省商工局長、韓国党官府農商工務総長、 朝鮮総督府の商工部長官等を歴任。1911年8月24日、直線の貴族院議員となる。1916年3月27日、近景監視校となり、同年4月28日、幹線の京都府知事に就任した。町村編入など多くの事業を断行して、幹場と評された。深い議員買収の汚職疑惑事件により、 大正7年に辞任し、収監される。岩崎八太郎の次女、磯子と結婚した、三菱五子の一人であり、同じく五子の一人で八太郎の長女、春道と結婚した、加藤孝明が、県政会の総裁を務めたことから、木内も県政会に所属していた。木内ギャラリー晩年は、千葉県市川市ママの別邸で過ごし61歳で、没した。 別邸は1890年代から1910年代の近代建築様式として価値が高く、1999年に取り壊されたが、2004年に洋館部分が復元され、旧地ギャラリーとして公開されている。磯地夫人は岩崎八太郎、寄税夫妻の次女で、岐阜、八太郎は三菱財閥の創始者。絵をたしなみ、日本画を、 河合極道に、洋画を、石川虎寺に指示した。重四郎、磯次夫妻は三男二女を設けた。長男、両種は、外交官で、次男、信種は、経済評論家として知られている。長女、ビクサ子は、最後の土佐藩主、山内豊藩の四男で、海軍少将を務めた、山内豊中に嫁いだ。次女、時子は、渋沢栄一の着村で、 日本銀行総裁や大倉大臣を務めた渋沢慶三と1922年に結婚した。ヨダネの長男、秋種も外交官で、元衆議院議員、木内高種は、重四郎のひ孫にあたる。なお、両種の妻、とし子は、区内官僚、関谷定三郎の長女で、信ブネの妻、太陽は、福沢諭吉の孫娘である。ありがとうございます。